バックストレッチに入っていきます。ここで誘導員をかわす2番の村松、1番の渡辺は一旦下がって4番手まで車を下げました。残り600の鐘、2番の村松が少し後ろの様子を見ながらペースを上げていこうというところ、4番手から1番の渡辺仕掛けてくる。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、1番の渡辺が前を叩いて主導権、2番手4番の鈴木、3番手に入ったのが2番の村松です。この後ろ7番の染野、さらには6番の本間と続いていきます。バックストレッチ縦1列、1番の渡辺が逃げていく、2番手は4番の鈴木、3番手2番の村松は動けるか、さあここからまくっていけるか、2番の村松、1番の渡辺が先頭、2番手4番の鈴木は車間を開けて4コーナーから直線、渡辺先頭、追ってくるのは4番の鈴木だがなかなか差が詰まらない、渡辺押し切りました、ゴールイン。2着4番の鈴木、3着2番の村松です。